医学科5年のものです。いつも勉強させ,させていただいております。私は内科系と精神科に興味があり、進路を迷っているのですが、先生はいつ頃どんな理由で精神科を選ばれましたかまたどんな人が精神科医に向いていると思いますか私は精神科、疾患の器用があるのですが、治療者になるのはやめておくべきでしょうかといつ頃どんな理由で精神科を選ばれましたかと僕が精神科を選んだのは、 大学の6年生の終わりぐらいですね、終わりぐらいにやっぱり精神科かなと思いましたね。で、外科とか産婦人科とか、まあ、産婦人科と悩んだかなと思いますね。どんな理由でっていうのは、どうして精神科にしたかっていうと、なんだろうな、やっぱりこう、オペがあるとか、そのみんなで組むっていうのが、なんか面倒くさそうだと思っちゃったっていうのが <laughs> 大きいんですよね。なんか、 6年生の頃の最後の方に卒業間近になったときにまあ防衛大生だったらみんなそうなんですけど自衛隊の生活がもう最後,最後になってくるといよいよ嫌になってきちゃってもう集団でいることとかなんかもうルールがあることとかがもう嫌に,嫌になっちゃって精神科だったらまあ辞めた後もあのもやりやすいし1人でやれるんでいいかなと思ってしまあもともと精神科も好きだったんでいいかなと思いましたね。 だからまあそんな理由でしたね。うんでまあ実際研修医になってみてなんか僕も手先というかそんなに器用でもないしなんかこううん何だろうなやっぱり研修医をやってる時になんか外科的なものとかにそんなに興味がなかったっていうのもあったのでまあ、精神科で良かったなと思いましたね。は <laughs> いどんな人が精神科医に向いてると思いますかということですけど。 うーんちょっとよくわかんないですね。それは。あの、僕自身がいろんな精神科医と同時に働いたりとか、内科外科の先生たちとすごく長く働いたという経験も実はな,くないというかあ、この人は向いてるなとか、この人は向いてないなっていうのはよくわかんないですね。でもまあ、やっぱり精神科が嫌いだとつまんないと思いますね。僕の生活ってね、 だから朝から晩までずっとそういう暗い話を聞いてるじゃないですか、週5で。えー、そういう生活を楽しめるかどうかっていうのがまず一つですよね。だから精神科医で、なんか外来は好きじゃないけど、入院は楽しいですとか、えー、外来は嫌いだけれど、脳科学には興味がありますとかいう人は、精神科医を向いてないとは思わないけれど、なんか外来やるのは苦しそうだなと思いますね。 逆になんか、まあ、いろんなことに,、ね、に興味があって僕の YouTube を見るような人だと多分面白いと思うので、まあ、精神科へ向いてると思いますけどね。精神疾患の起用があることとないことあるかないかで精神科を選ぶか選ばないかはあんまん関係ないかなと思いますけどはい、えー。ご参考ください。うん